日はコンテナ の詰める作業をしにトラスト企画の秘密倉庫まで来てます。はい、そうですね、はい、で実は今同時配信でインスタのライブもやってます。インスタライブはこんな感じでやってます。毎週やるんですかね、毎週土曜日、毎週土曜日の10時からこのライブは行いますので、花ちゃんファンの方は毎週お見逃しなく、よかったらインスタの方でトラスト企画フォローしてください。お願いします。はい、早速コンテナの方に。そうですね、コンテナの方に行ってみます。ちょっとセキュリティうるさいかもしれないですけど、ご了承ください。まあ、こんな感じで海外の方に、送るパーツに関してはコンテナの方に詰めております。で車じゃなくてね。ちなみにこの建物のすぐそこは筑波サーキットです。こんな感じですね。今度筑波サーキットの方に取材に行きますので皆さんご期待ください。みーくんです。はい、筑波サーキットの中はこういう風に iPad でも見れます。おすごい、あライブカメラですね。はい、おすごいすごい。こちらがトラスト企画のまた秘密の倉庫になります。こちらではインスタライブ行ってるんですけど、ちょっとね、あまた見えてきましたこの秘密の倉庫。ちょっとね、どこから紹介しましょうか。じゃああっちから、あっちから行きますか。あっちからね。こちらは 32GTR ですね。これ前ね YouTube でも紹介した車になるんですけど、とっても程度がいいんで外とかに置かないようにこういうとこに保管してあります。この車も良かったですよね、確かね、乗った時ね。じゃ次は隣の車に行きましょう。今度は33ですね。うん、はい、なんか最近あれじゃないですか、なんか事故車だったり、ね、めっちゃ錆びてる車だったりとか、はい、ありますけど、この車はねすげえ綺麗でした。興味のある方ぜひ。これ何年式でしたっけ。平成8年。平成8年だから、海外の皆さんは来年乗れます、アメリカの方。アメリカ you can import this next year in 2021。これも結構良かったです、ね、うん、これもすごい良かったです。これもね、YouTube に動画があるんでよかったら見てください。はい、シートベルトにリラックマ、あ、そう、リラックマついてるやつ。じゃあ次行きますか。次もね、またこのミッドナイトパープルです。 So this is the famous midnight purple R33 GTR。 この車はね、一番すごいのはこのヘッドライトがめっちゃ綺麗じゃないですか、うん、これ車外のパーツでレンズ交換されてるんですね。あ、はい、であとはみんな大好きなこのホイールですねT37。 So this has a で、この車も平成8年の車なんで、この車も来年ですね。みんな待ちきれないんじゃないですかこの車。いや、多分たくさんの人が待ってる。うん、サンサンね、かっこいいですから、やっぱりかっこいいですね。でアメリカで乗るんだったらサンサンがやっぱいいですよ、うん、広いし、ホイールベース長くて、うん、直進安定性もいいし、そうで、このかっこいいしね。そうですね、はい。So if you're in America and want a GTR, we do recommend getting an R33 than R32 or R34. はい、じゃあ次は向こう側行きますか。ランサーエボリューションですね。これはトミマ記念エディションですよ、はい、これも動画撮りましたね、はい、はい。So this is the Lancer Evolution and トミマ記念エディション。まあ、もう顔がめっちゃいかついじゃないですか。いかついですね、本当に。そう、シートもトミマ記念エディションって書いてある。うん、これもね人気な車ですよね、海外とかにもね。ラリー
かとかです。そうですね。で次隣見ましょう、はい、これまたレアな車がこれは 33GTR のオーテックバージョンですね、はい、あ、そう、フォードアの GTR。 So this is the R33GTR in Alltech version. So this car has a four-door. これもね、前動画にしたんですけど、すんげえいい車でしたよ。そう、フォードアなんで、5人乗りです、5人乗り。 So since this is a four-door,ツインターボです。RB26 です。まあ、こんな感じで、こういうね、貴重な車は他の倉庫にしまってあります。大変ですか？大変です。余裕ですか？あ、この間プラグ変えていただいてありがとうございました。まあ、こんな感じでコンテナ積み下ろししてます。じゃあ今日はあのコンテナのね、はい、あの詰める作業とついでにこの秘密倉庫にも来たんですけど、はい、あのコンテナって基本的に海外とかに行くやつですかね。海外に行くコンテナで、はい、あのコンテナはヨーロッパ向けのコンテナで20フィートです。なんかどんな国からそのパーツの要望とかが来るんですか？はい、あ、でもいろんな国から来ますね、うん、アメリカ、オーストラリアが一番多くて、うんうんうん、まあ、マレーシアとかシンガポールとかですかね、アジア系は。ですごいなんか聞いたことのない、はい、その島とか国からもすごいパーツの問い合わせ、スカイラインの問い合わせ来るんで、本当にその問い合わせとか返してて、本当に世界中で愛されてる車で、うん、もう世界中で乗られてる車だなってすごい、なるほどね、毎日毎日実感しますね。じゃあもう日本だけのものじゃないんですね、こいつらは。やっぱその持ってるスペックっていうか、やっぱ能力が日本じゃ、うん、日本だけじゃ収まりきれないというか。まあそうですね、正直日本の道狭いですからあのそうです、ね、日本で乗るんだったらもうサーキット行かないと、うん、もうね、発揮できない、まあ、湾岸で踏んでる人もいますけど、うんうん、そうですね。であとはなんかあれですよね、この辺の車ってもともと輸出されてなかったっていうのはありますよね。輸出してないんで、うん、あの今車を出してチェックとかコンディションとかをチェックするために出してあるので。なるほどね。ここでは現在今6台しかないです、ね、なるほど。でもほとんどの車 YouTube で撮ってる。そうですね、1回撮って乗らせていただいたやつなんで、まあ、あのもしこちらの動画見ていただいて、はい、気になった方はあの概要欄の方にリンク貼りますので、はい、よろしければ見ていただいて、はい、これはまだ撮ってないですね。こいつはね結構気になりますよ、後期の ER34 2ドア。これね結構ねレアだと思います僕。黒、うん、かっこいい、欲しい。じゃあ花ちゃんは、はい、今ここ6台あるじゃないですか、はい、どれが一番自分が買うならどれ？自分、え、値段とかも？値段、じゃあ値段は関係なく、あ、自分で乗ってみたいなって思うやつあれば。でも結構即決ですね。お、これ。あ、やっぱりね、やっぱこれですわ。これはもう半端ない。はなちゃんサンサン好きって言ってましたもんね。サンサン好きです。あ、でも内装はやっぱ R34 の方がかっこいい。あ、なるほどね。サンサンのボディに R34 がベスト。なるほどなるほど。ちょっと思っちゃったりも。なるほどね。すごいこう誘惑されるような色ですよねこれ。うん、すごいすごいセクシーな色。この組み合わせが最高ですよね。最高ですね。金とパープル、オレンジのカラーとか。なるほど。やばい。あの花ちゃんファンの皆さん花ちゃんがサンサン欲しいそうですよ。買ってくれるかな買ってあげたらいいことあるかもしれない。ないないない乗れないし。ちなみにこちらのお車は370万円で売りに出しておりますので、もしねあの興味ある方はぜひ連絡いただければ。そうですね、はい、あの本当買いな車ですよね。トラスト企画はその辺の粗悪な販売店と違って悪いところも全部言いますから。で、そうですね、もしご要望があれば上げて下回りも見せます、うん、思いました、うん、上げてくれって言うなら全然上げますよね。そうですね。でこれは他 の、 あの今倉庫にあるのでちょっと見に行きたいっていうお客さんがいた場合は、うん、事前に問い合わせ
していただいて、はい、あのトラスト企画の事務所に一旦持って行ってこうお見せするような形になって。あ、なるほどですね。ぜひ連絡はお願いします。わかりました。じゃあもしね、あの中古車のサイトの方を見ていただいて、あのご興味がある実車見たいって方は事前に連絡をいただいて、はい、もう存分に見ていただいて結構です。存分に見てください。もう1時間にも2時間でもそれはかかりすぎかなですね。まあ、ということで今日はあのね、はなちゃんと一緒に秘密倉庫を紹介したんですけど、はい、実はまだあるんですよ。まだありますね。確かに、あのここだけじゃないです。ここだけじゃ倉庫はもう点々と茨城県内、はい、所在してますので、はい、もし機会があればまた潜入してみたいと思いますので、他の動画もご期待ください。はい、はい、じゃあ本日の動画は以上になります。面白いなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。いいねもお願いします。はい、またありがとうございました。ありがとうございます。